チェーザーレ・フィオリオは、イタリアは、トリノ出身のトレーシングチームマネージャー。世界ラリー選手権のランチや、F1 のスクーデリア・フェラーリなどの競合チームを指揮した。フジテレビ F1 中継や雑誌等では、チェザーレ・フィオリオと表記されることもある。大学で、政治学を学びながら、レース活動を始め、 1961年に、イタリア GT 選手権 1150cc クラスのチャンピオンとなる。1962年、ラリー・モンテカルロ挑戦のため、仲間とプライベートチーム、HF ・スクアドラ・コルセを設立。その後ドライバーを辞め、中古車ディーラーのセールスマンとして働きながら、チーム運営を行う。HF ・スクアドラ・コルセは、ランチアのセミワークスから、 ワークスチームに昇格し、ランチアフルビアラリー HF で活躍。フィオリオはサンドロムナーリを発掘し、会社がフィアットに買収された後も指揮を取った。ランチアストラトス1970年、鳥のオートショーに出展された斬新なコンセプトカー、ベルトーネストラトスゼロに目をつけ、ランチアストラトス開発計画を立ち上げる。 その車に着目したのはスタイルではなく、ミッドシップという点であった。同じフィアット参加のフェラーリから D の V 型6、気筒エンジンを獲得するため、総水エンゾフェラーリに、直談判。スクーデリアフェラーリの監督代行として、タルガフローリオで優勝し、エンジン供給を許された。この際、フィオリオを気に入ったエンゾが、 ランチアとフィアットに譲ってくれないか持ちかけたという逸話もある。ランチアは1974年から1976年にかけて WRC マニュファクチャラーズ選手権3連覇を達成。しかし、フィアットの移行でアバルト131ラリーのワークス活動を優先することになり、ランチアチームの人員の大半はスポーツカーレースへ転向され、 ストラトスの栄光は短命に終わった。実質上の生みの親であるフィオリオにとっても、まだ一戦級で戦える完成度7割のストラトスの、引き際を考えることは、苦渋の選択であった。131の時代が終わると、フィアット社での参戦のメインストリームを、リトモ等の小型車へ移行させる。フィオリオ自身は1976年末のランチアと、フィアットのレース部門統合により、 両方のチームマネージャーを兼任する。ランチアは1979年より、スポーツカー世界選手権、グループ5、1982年より、WRC グループ B に参戦し、フィオリオも、サーキットとオフロードを転戦する。WRC では、ランチアラリー037に続き、モンスターマシン、ランチアデルタ S4 を投入。アッティリオベッテがミキビアシオン、 ヘンリー・トイボネンら有望なドライバーを抜擢する。1983年にマニュファクチャラーズタイトルを獲得するが、ツール・ドコルスで1985年に、ベッテが1986年にトイボネンを失った。フィオリオは、ヘンリーは、間違いなく私の30年以上に及ぶキャリアの中で、出会った、最高のドライバーだった。 デルタ S4 の恐るべきポテンシャルを100%使い切ることができたのはおそらく彼一人だったと思うと振り返る。グループ A 以降後はランチアデルタ 1F4WD を投入し1987年からマニュファクチャラーズタイトルを6連覇。WRC 通算74勝マニュファクチャラーズタイトル10回という最多記録を残した。 フィオリオは1984年よりフィアットグループのモータースポーツ部門を統括。1987年よりサッカーセリエ A の名門ユベントス FC の経営陣に加わり、1988年にはアルファロメオのスポーティングディレクターに就任するなど、フィアットグループのスポーツ関連の要職を兼任する。1988年、エンツ・ォフェラーリの死去後、 エンツォが掌握していたスクーデリア・フェラーリも、フィアット参加に入る。1989年、長年チームマネージャーを務めたマルコ・ピッチニーニに代わり、フィオリオが F1 の名門の指揮を取ることになる。革新的なフェラーリ640でこの年3勝、翌1990年は、フェラーリ641で6勝を挙げ、上昇マクラーレン・ホンダに対抗する。 1991年は、開幕から不審に陥り、チームに内紛が発生。エースドライバーのアラン・プロストは、チームの管理能力を問うコメントを発し、第4戦モナコグランプリ後に、フィオリオは更迭される。突然の解任劇の裏には、フィオリオとアイルトンセナが進めていた、遺跡交渉が、フェラーリの幹部を怒らせたことも関連していた。公任は、 ランチアのエンジン開発主任だったクラウディオ・ロンバルディ。そのまた後任は、プジョーラリーチームの元マネージャーで、フィオリオと因縁浅からぬ関係のジャントッドだった。フェラーリを去った後しばらく F1 回から離れるが、1994年、フラビオ・ブリアトーレが買収した、リジェのチームマネージャーに就任する。しかし翌年、トム・ウォーキンショーが共同オーナーになると、 シーズン途中に解任される。1996年はフォルティに在籍した後、リゼに復帰。1997年にはリゼがプロストグランプリとなり、オーナーがアランプロスト、マネージャーがフィオリオというフェラーリ時代からは想像もつかない体制となる。1998年末にプロストを解任されるとミナルディに合流し、2000年シーズン途中まで、 スポーティングディレクターを務めた。近年は、イタリア放送協会の F1 中継コメンテーターを務め、他にもいくつかの雑誌などでインタビューに答えている。また、サルデーニャ島で悠々自適の生活を送っている。親子3代、ランチアの関係者。父親のサンドロ・フィオリオは、比較産業界の実力者で、ランチアの広報部長として、オーナーズクラブ、ハイファイを運営していた。 そのつてでランチアから援助を受けたチェーザレはチーム名に HF のイニシャルを付け中精神を示した。息子のアレッサンドロはラリードライバーで1987年のグループ N チャンピオン。1988年、1989年はグループ A でワークスのランチアデルタ HF、インテグラーレに乗り、それぞれ選手権3位。 二位の成績を残している。娘のジョルジアは歌手として成功した後、写真家に転身している。派手な私服とトレードマークの黒いサングラスから、イタリア人記者にハリウッドとあだ名された。生来の競争好きで、パワーボートレースの分野でも一流の記録を持つ。1992年には、フィアットのジャンニアニエッリ会長の支援を受け、 デストリエロゴで大西洋横断世界記録に挑み、ブルーリボン賞を獲得する。勝利にこだわる哲学を持ち、高性能マシンの投入、サービス体制の強化など、アマチュア的なラリー界に現代的なプロフェッショナリズムを持ち込んだ。1972年のタルガフローリオでは、レース開発の本格的な無線更新システムを導入し、フェラーリを勝利に導いた。 反面、厳格なリーダーシップやレギュレーションの隅をつく、技しぶりは、圧力や論争を生んだ。1976年のラリーサンレモでは、エースドライバーのサンドロムナーリを勝たせるため、チームオーダーを発令。これに反して、ビョルン・ワルデガルドが優勝すると激怒し、ワルデガルドをチームから放出する。1983年のラリー・モンテカルロでは、 レース後の車検でレギュレーション違反が見つかり優勝を取り消されるが、問題の部品がパイプの一部だと主張し、一戦のみの特例として優勝を認めさせた。1989年の F1 ポルトガルグランプリでは、フェラーリのナイジェル・マウンセルがピット作業違反で失格になりながら走行を続けた。マクラーレンのロンデニス代表がフェラーリのピットへ向かい、 三本指を立てて、三回国旗が出ていると抗議すると、フィオリオは中指を立てて応酬した。その後マンセルは、マクラーレンのセナと接触し一騒動となった。ありがとうございます。